きチャンネルよっ。こんにちは。さあ、はい、オープン戦も始まりましたし、はい、もう間もなく開幕見えてきましたね。そうですね。だから今日はですね、まあ、3月20日開幕間近っていうところで、はい、12球団の、はい、こいつが頑張らなきゃおしまいよっていう企画やります。ということは、はい、まあ、その言えばキーマンってことですね。そう、キーマンです、はい、だからまあ、その去年 B クラスのチームっていうのは、うん、やっぱりこいつが頑張らないと A クラスには行きませんよっていうのを、その投手、打者ともに一人ずつ、はい、キーマンを投打一人ずつ一チーム、はい、もうこれこいつっていう、もうそんななんかいっぱい言っててもまどろっこしいじゃないですか、はい、で、去年 A クラスのチームはこいつらいなくなったら終わっちゃうよっていう B クラスになっちゃうよっていう、何気にこいつら、うん、いや重要だよっていうのを、はい、今日からですね、6日間にわたって、はい、じゃあ2球団ずつですね。そうそう、行くんですけど、はい、その前に宣伝あります。お、なんとですね、はい、里崎チャンネルが本になりました。すごい、いよいよ本にまで。そうです、プロ野球里崎白書っていうね、はい、登録22万人っていうところで、はい、プロ野球界の実態と裏側が全てわかる大人気里崎チャンネルが一冊にっていう、袴田さんとのスペシャル対談も入ってるんですよね、はい、写真も、ね、写真も、はい、入れてもらって、これは動画の中では喋ってないですから。そうなんですよ、今なら漏れなく、はい、ネットで買えます。はい今なら漏れなく買えるんで、皆さんぜひお手に取っていただけると。そうそうそう、はい、まあ近くの本屋さんに行ってなかったら、はい、ネットでいつでも買えるんで、はい、ポチッとお願いします。そうですそうです、書いてるんですよ。これで野球の見方が全く変わります、うん、っていうね、はい、100万部くらい売れねえかな100万部いくかもしれないですよ。いや、それはもう皆さんがね、はい、1人100冊ぐらい買ってくれたら、はい、100万部でもまあ23万人の登録者がいるわけですから。そうですね、23万部売れてもいいわけですよ。確かに、はい、でもあれだよ、はい、23万人登録いて、はい、毎回23万回回ってるわけじゃないから確かにもうマジ幽霊部員やめて出てきてもっと登録してるけど、ね、今日は見ないみたいな。今日も見よう、毎日で、ね、毎日習慣にねしていただけると嬉しいですよね。そう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 、毎日7時15分アップされますから、うん、夜のね、はい、今日の一日の終わりに里崎チャンネル、はい、ね、あなたの枕元に里崎チャンネル、はい、万が一早く寝たら朝起きて里崎チャンネル、ね、これで行ってもらわなきゃということで、はい、やります、はい、やっとやっと、はい、じゃあどこの球団からいきますか。そうですね、まあ、まずじゃあ去年の最下位のセパの、はい、オリックスとヤクルトからやりたいと思いますけど、はい、じゃあまずヤクルトですね、はい、まあ、今年はね、高津新監督になって、はい、でまあ、バレンティンが抜けて、うん、まあ、厳しい戦いになることは間違いないんですけど、はい、なぜかね、ショートのエスコバーっていうのがね、うん、フィールディングもよく結構活躍してますけど、はい、僕はね、野手のキーマンは村上やと思うんですよ、うん、やっぱり、うん、村上がちょっと下半身のコンディション不良でちょっとキャンプ出遅れましたけど、まあ開幕多分間に合うちゃうかっていう感じですけど、うん、もうバレンティンの穴は村上が埋めるしかないんですよ、うん、だから山田、村上で3、4番で行くしかないんですよ。そうですね、そこで何本打てるかっていうのが、ね、そう、勝負、ね、うん、だからバレンティンの穴はもう村上がもう穴埋めなきゃいけないんで、うん、はい、昨年確かホームラン36かな、はい、ってなった時に打率をもうちょっと上げれば、うん、さらに強靭になってくるんで、うん、3年目ですけど、はい、の1軍では2年目じゃないですか、はい、この2年目のジンクスに惑わされるわけにいかないっていうね、うん、2年目のジンクスって本当にやっぱあるもんですか。あるんですよ、これがあるんですか。だからその2年目のジンクスで大きいのは、一、はい、うん、つはやっぱ相手に研究されるっていう、あ、その1年間終わった後のことを全部研究されて丸裸になった時に、相手がデータ持ってやってきた時にそれを乗り越えれる力がない場合は陥っちゃうんですよね、はい、あ、なるほど、はい、でもう一つはその要は活躍した年っていうのは初めてね、はい、絶対レギュラーになるんやとか1軍にいるんやってガンガン練習してきてるはずなんですよ、うん、でそれが結果出してそのガンガンやってきてその結果を保ててるのに、はい、オフ今年頑張ったからって休っちゃうんですよ、うん、年明けて自主トレ始まった時によく分かんない体になっちゃって、はい、元戻せないっていうのが、うん、これ2年目のジンクスなんですよ。なるほどな、そういうところから来るんですね。そうだから自分の甘さと相手の研究力でガッてなっちゃうんですよ、うん、全部こう超えていかないといけないですね。そういけないです。あと体とかね、1年間やって疲れとかもあるし、はい、そういったところでこう耐久性っていうところもあるんですけど、うんうん、やっぱ村上がやっぱそこをどこまで頑張れるかが
もうヤクルトの命運を握ってるって言っても、だって山田とかはもう活躍するんで、はい、もう活躍するやつをキーマンって言っても面白くもなんともないじゃないですか、はい、このね、山田が本、山田じゃない、村上が本物なのかどうかを今年証明するチャンスなんですよ。うん、あのホームラン数を40本、ね、50本いけとは言わないですけど、はい、まあ、最低でも30本前後打って、うん、打率を2割7分ぐらいまで持ってこれたら、はい、もうやばいっす。ちょっとキャンプ出遅れてるところが心配ですけど、はい、まあまあいけるんちゃうかっていうね。もうちょっと時間ありますからね。そうそうそう、はい、でまあちょっとぐらい出遅れてもね、1年間トータルで考えてやれれば、やっぱ村上はでかいっていう、はい、あとねピッチャーですね。ピッチャー誰だろう。やっぱピッチャーね、はい、石山っすね。去年やっぱ、はい、一昨年ね抑えになって大活躍して、はい、で去年、まあ、怪我もあって、うん、振らなくて、マクガフっていうのが、うん、外国人投手抑えでやってたんですけど、はい、まあ、今年も好調らしいんですけど、マクガフは、はい、でもやっぱりこの去年の戦い見てても、やっぱ石山が最後にいなくて、はい、その最後に持っていき方がうまくできなかったっていうところの、うん、石山のこのなんていうんですかね、チームのピッチャー陣のスタッフの中でのこの大事さって貴重さは、はい、去年のシーズン見てたらやっぱよく分かったですね。なるほど。ああ、だからまあもちろんね、先発とかも大事ですけど、うん、この石山が最後に、もし石山がバーンと守護神にいて、はい、マクガフが8回ぐらいにいたら、うん、結構あの優勝、ヤクルトが優勝した時のロマノだったかな、はい、オンドルセク、バーネットっていう、はい、でその前に9個、秋吉がいて、うん、あの5枚の最強リリーフ陣はやっぱすごかったんで、はい、まあ、それをしっかりいくためにも、この石山が最後にバチッとはまれば、うん、投手陣もなんとか先発は短い回でも頑張って、うん、中継ぎでしっかり締めて勝ち切ろうっていう野球ができるんで、なるほど、そういった時も考えると、やっぱピッチャーは石山、はい、太一、うん、で、野手は村上ですね、うん、これがもう頑張れないと、はい、もう今年1年、すいませんみたいな。オリックスのね、はい、キーマンは、僕はね、ピッチャーね、はい、こちらも守護神ですけど、はい、ディクソンだと思うんですよ。まあ、麻酔がね、はい、日本ハムからオリックスに移籍してきたり、はい、そのしても、やっぱ去年も、うん、なんか中継ぎ陣バタバタして、うん、ディクソンが抑えになってから、なんか締まりが出てきたっていうか、はい、中継ぎ陣が良くなったんじゃないのかなっていう、僕は見方もして、はい、で、去年のプレミア12も、はい、そのアメリカ代表でディクソンは抑えやってたし、うん、多分今年も、まあ、怪我もなければ抑えになると思うんですよ。今のところはね、はい、来日8年目調整順調で守護神頭角ってなってるんで、あ、もう頭角ですね、はい、もうだからもう守護神で回ると思うんですけど、うん、はい、だからその前をね、どうやるかっていうのも大事ですけど、やっぱ抑え決まらないとあれなんで、うん、しかもオリックスにとったら前はね、山本とか山岡とか、はい、K 鈴木とか、うん、まあ、田島、はい、榊原とか、うん、前はまあそこそこタレントはいるんで、うん、やっぱりそのディクソンバシッとはまった時に、はい、どこまでこうね出せるかっていうところで、やっぱりオリックスもヤクルト同様守護神ですね。あ、ディクソンがやっぱ大事やっていう。なるほど。麻酔投手はもう抑えに戻っては来ないですかね。そうですね、まあ、ディクソンの出来考えると、まあ、難しいですね。だ、要はそのみんなよく言うんですよ、試合に出るために移籍しますとか、はい、どこそのポジションやりたいですとか、何番をしたいですとか言うんですけど、はい、そんなの結果出したら誰でもできるんですよ。口で言う前に、お前結果出せって話なんですよ。はい、お前のご託は聞いてないんだよっていう、はい、試合が出たいんで移籍しろ、いやいや、もう移籍しろもしない、もうそもそもお前が結果出してたらどこの球団でも出れるんやっていう、守護神やりたいですって、やりなきゃ致命せよなっていう、はい、うわ怖いよ。でも球団によってそのちょっと枠が空き気味だなとかあるじゃないですか。枠なんてねえんだよっていう。枠は28人、守護神は1つの枠があるだけ、4番も1つ、そこでやりたかったら結果出せ、はい、もう、そうですね、それ防御率4点台で守護神ってもう見てる方が怖いわ。あ、まあ確かに、まあそれはありますね。これはね、佐々木も言いすぎるなと思う人もいたかもわかんないですけど、はい、いや、ファンの人のことを代弁してるんですよ。まあ、そう思ってる人はね、たくさんいるでしょうからね。うん、いると思うっていうね。じゃあ野手ですね、はい、野手はですね、うん、もうこれはこいつしかいないんですよ、はい、ジョーンズっす。おー、AJ、はい、新外国人、もうオリックスは外国人です、はい、もうその吉田正尚とかは普通に活躍すると思うんですよね、はい、であとはまあ福田とか、うん、一、二番形成しても戦えると思うんですけど、はい、まあ、ジョーンズが活躍っていうところなんですけど、うん、それじゃ面白くないじゃないですか、はい、だからジョーンズやめます。あ、いやいや、言っといてやめるんですか。はい、やっぱりそれじゃあね、はい、なんやもう、当たり前やんって言い出すじゃないですか、はい、じゃあジョーンズでしかも外国人外国人ってオリックス日本人選手もいるぜって言うじゃないですか、はい、だから
AJ はやっぱ今年新しく来たんで、はい、触れといた方がいいじゃないですか。覚えてるよっていうね。そう、知ってますよっていうね、はい、うん、でも、はい、野手のキーマンはいるんですよ、はい、こいつが頑張ればっていう。これはもう当たり前に吉田正尚選手とかじゃないですよね。それはもう吉田正尚は頑張れるとかじゃなくて、はい、もう普通に頑張ります。はい。当たり前になってちゃったからね。そうそうそう、もう活躍は当たります、はい、数年前もね怪我とかあったって言いましたけど、うん、もう今は大丈夫なんで、はい、室伏さんトレーニングでバシバシ来てるんで、はいはい、誰だろう。じゃあ若月っす。あー、キャッチャーの若月がやっぱり頑張んないと、はい、これはもうね、うん、激励の意味を込めて、はい、やっぱり打率ね1割じゃ大じゃダメなんですよ。やっぱね、せめて、うん、長打いらへんから、はい、2割5分いこう、うん、せめて。そうですね、正捕手で1割台だとちょっとストッパーみたいになってしまうわけですね。でしかもこのね、吉田正尚とか AJ とか、うん、はい、あと野手の外国人でモヤとか、はい、ちょっとあのロドリゲスがね、うん、あの怪我して調整中なんで、モヤとかジョーンズがクリーンナップ固めて吉田正尚とか、はい、で1、2番福田とかいたとしても、うん、その下位からつなげていかないと、はい、大量得点1イニングでなかなか難しいんですよね、うん、はい、ってなった時にその下位のところで若月がやっぱりそのね、うん、守備はねいいところ見せてると思いますけど、はい、やっぱ打つのも1割台じゃやっぱ打線の活性化にならないんで、うん、はい、この下位で若月がやっぱ2割5分ね打った場合、はい、一気に活性化されるんですよ、打線が。なるほど。でそうすると、ね、去年でもね山本由伸が防御率1点台なのに8勝しかできなかったっていう、はい、もう確実に、うん、打線の援護がなくてオリックスは沈んだって言っても間違いじゃないと思うんですよね、はい、うん、でそういったところを考えるとやっぱこの下位打線の厚みを出すために、でしかもレギュラーとしてやっていくためには、うん、やっぱ若月がしっかり打たないと、うん、はい、っていうところはあるんでね。やっぱ打はね若月ですね。そうです、下位打線が頑張ることによって上位にまたつながっていくと。あとまあキャッチャーもできるし、まあ、ファーストとかやってる伏見がね、うん、はい、あの怪我からの復帰で、うん、ちょっとオープン戦もいいところね序盤見せてるんで、そう伏見とかも来るかもわかんないし、ね、やっぱ打たないとっていうところで、うん、まあ、若月とディクソンですね、はい、なるほど。じゃあ今年オリックスは強いっていつも言ってますから、はい、でもそのキーマンは若月選手にかかってるかかってるって言っても過言じゃない、はい、だから頑張ってほしいですね、はい、はい、うん、だからこのヤクルトはね、うん、石山、はい、村上ですし、うん、でオリックスはあの若月、うん、ディクソンっていう、はい、これがやっぱこの2チームのキーマンですね。この2人の活躍によって、ね、昨年 B クラスでしたけど一気にグッといく可能性あるので、うん、はい、こういったところを注目しながら特に前半戦見ていきたいし、はい、うん、でこれね半分ぐらい来たらね、はい、答え合わせっていうか経過報告しますからキーマンがどうなってるかっていうダメだったわ、見ないで。キーマンと順位 の、はい、あの相対性があるのかっていう。面白いですね、はいはい、そういうのをね、うん、チェックしながら佐々木見る目ないぞみたいなね、はい、感じになるかもしれないし、はい、見る目あるなっていう感じになるかもしれないですね、はい、そういったところはねやっぱ1年間長いんで、うんうん、チェックしながらやるために、はい、僕はまあこの両チームこの2人に注目して、はい、シーズン見ていきたいなと思います、はい、じゃあまた途中報告で答え合わせ一応ね、そうそうですね、はい、だから頑張ってください、はい。